はい、皆さんこんにちは、チェでございます。ドラクエ5ですね。やっていきましょう。次何するんだっけ？とりあえずルーラーですよね。で、ルーラーで、どこ？あ、天空城ね。さあ、誰だっけ？あの人に会わないといけないね。まだ待ってるはずだもんね。行けなかった？あ、行けないね。あ、どう行くんだっけ？もう、ここ登って行けるんだね。さあ、もういいとこまで来たのかな、これ。で、これだよね。まあ、敵さん出てこないんだよね。一応解放した形になってんのかな？あらら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 ら。ああ、そうだそうだ。玉座の後ろにって言われてましたよね。これ一回見つけたらずっと出ててほしいんですけどね。忘れちゃうわ、私。はい。で、こっちにいたよね。あ、いたいた。オーブを持ってきてくれたのですね。あ、チャップさんにオーブを手を渡した。このオーブを台の上に戻して、さあ、これでいいはずです。さあ、私についてきてください。お、勝手に動いちゃうね。あ、いよいよこの城が再び天空に昇るときがやってきました。あっち、すべてあなたのおかげですね。さあ、見ていてください。なかなかの演出ですね。ほんと。思ったほど高く上がらなかったみたいですね。あ、まあいいでしょう。あとはあなたたちにお任せします。水も引いたみたいだし、私は城の様子を見てくることにしましょう。あ、ではまた後で。何を任されるんだ、私が。アチは食材を調べたシルバーウが力強く輝いている。ああ、外出れるようになりましたね。この穴はいけんのかな？ゴールドオブが力強く輝いて、これはさすがに入れないのね。ね、そういうことね。さて、おー、これ入っちゃうと多分落ちちゃうんだよね。あ、人いるじゃない。世界がまだ平和だった時代、下界を見てマサドラゴンはこうおっしゃいました。人間もなかなか良いものだな。そしてお姿をお隠しになってしまったのでございます。ああ、その後数百年の間にこの城が落ちてしまうなど誰が思ったでしょうか。天空にこの城がある限り、平和は続いたはずでしたのに。はい。このような夜更けに我が教会に訪れるとは、何か困ることがあると、お祈りしましょう。はい、よいしょ。はい、じゃあ続けましょうね。で、階段あるんでしょ？で、行っちゃって、ああ、人がいますね。私たちはこの日の来ることが、この日の来ることはどんなに待ったでしょうか。さあ、奥にいるおじいさんにも早く知らせてやってくださいと、おじいさんがいるんだね。まあ、その前にね、やることやらないとね、ああ、来たー。あれ、あとあの2枚の小さなメダルどこ行ったんだろう。なくなったらもったい、入れんの？奥の神社ってこっちか。あ、なんとこの城が浮上したと。それはめでたい。あとは竜の神様マスタードラゴンの復活を待つばかりじゃわい。マスタードラゴンは北東の島ボブルの塔にその能力を封印したそうじゃ。あそこのタンスの中身を持って行きなされ。何か役に立つかもしれんぞ。え？言われなくても見るんですけど、そんなに大事なもんが入ってんの？お、復活ギロープ？まあ、これないとダメなんだろうね。まあ、明らかに断崖絶壁降りそうな感じですよね。さあ、皆さん。あららら。会話しましょうね。
ということはこれお昼になった方がいいのかな。はい、どうもありがとうございました。俺にぜひここにある世界中の雫をお持ちくださいって、どこに。ああ、私もすでに持ってるからかな。あ、違う、雫っていうからこっちか。ね、なんと世界中の雫を見つけた。ああ、これもさ、世界中の雫を。そんな一個しかないでしょ。こっち行っちゃうと。ああ、で、ここと、あら？あ、あっちとね。あっちと繋がんだよね、きっとね。あはははは。はい、なるほど、なるほど。で、ここ入ると。おお、おお、ちょっと待って、どういうこと？意味がわかんない、今の。この間の通路は何だったの？これ。それだけのためかい？さあ、次の目的地を調べないといけませんね。図書館がね。これ。骨が折れるなぁ。ないね。あ、待て、ここ4の時に来たよね。本棚の数が変わってるかもしんないけど。4と繋がってんだよね。4、5、6が天空シリーズでしたっけ ?1、2、3がロトシリーズでしたっけ。あー、忘れちゃった。なんもないね、これ。あったあった。はい、よいしょ。あ、今回ちなみにね、ゲームのボリューム若干上げました。若干でも、本当に、1程度ね。あなたがこのシールド私たちを救ってくれたのか。あなた、礼を言って、やら。え、天空人、プサンも？はて、天空人に、あ、天空人か。天空人はそんなような名前のものはいなかったはずだから。あら。これはやばい。やつ、やばいのかもわかんないね。さあ、プサンとやら、いたやない。城の中には水に閉じ込められた人々が何人か生きていたようですね。時間を止め眠っていたとはいえ、とてつもない生命力。私も懐かしい人に会えて嬉しい限りです。あなた何者なんだい？ここはドラゴン、マスタードラゴンが座ってる玉座なのかな？なんもないね。この人何者なんだろう。いい人なのか悪い人なのかね。え、こっちは前行ってるはずなんですよね。この先は何もないね。じゃあ、私は何をすべきなの？あと。もう何もないもんね。何すべきなんだろう。何もないかい？あ、何もないね。困ったなぁ。ちょっと困りましたぞ。こっちなんもないかい？なんもないかな？あ、どう見てもなんもないね。フォーの時行けたかなぁ。え、ここは水の上なのでお城を移動させないと外には出られません。移動させないと？あ、なにこの城。運転できんの？ということは私降りれないっていうこと？あ、それがこれか。おーはい。あ、なるほど。これでまた行けるところが増えたと。あらー、そういや、あそこだよね。じゃあね、次行くとこはね、地図見れるの？あ、見れるわ。絨毯と同じだね。岩場に囲まれたね。岩場に囲まれたとこはあそこだけだよね。こっちあった？いや、ないよね。でもここ囲まれてるけど行ってるもんね。すごい。今回はお城に乗ったんだ。前回は、竜でしたっけ？あれ、3は鳥だよね。で、前回が竜か。あら、ちょっとはっきり覚えてないな。
ああ、すごいすごい。もうこんなこと覚えてないわ。で、降りるのは？あ、止まれない。ここで降りれる？降りれない。ちょっと待って。あ、降りれた。すごい。すごい。もうすごいしか出てこないよ、これ。ええー。おう、これなんだっけ？じいさん？あ、旅の扉をこれはたちまち遠いところへ運ばれよう。じゃあ今はよくこんな時間に。ああ、旅の扉ね。ここなんかあるような気がするね。ああ、そうだ、ここあれだ。すぐ近所だね。あそこの。あら？私、どっから来たっけ？こっち？こっちじゃないよね。ああ、こっちだったわ。これはあそこのすぐ近所だよね。一番初めのね、ところの。あ、そうだ、教団にも行けるんじゃないこれ。てか、教団だったりしてね、次行くとこね。岩に囲まれたとか、ああ、ここ岩に囲まれてないね。これ、行ったね、これ行ったね。ちょっと待ってね、地図を見させてください。あ、なんか南にあるけどね。違う？岩に囲まれてそうな、違うか。違うね。あ、違うわ、これ。違うね。あ、違うわ、違うわ。違うね。いやー、城が運転できるとは思わなかった。ただね。あー、こっちか。ちょっと上だったね。あと砂漠。砂漠はもう行けてたよね。こっちは？あー、ここブーンじゃないね。あー、ここはあそこね。はいはい。で？はい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 。そうね、ここも行ったよね。あー、行った行った。ここは行きましたよ。で？こっちが行ってないのかな？あれ？違うね。あらららららら、あららら。ちょっと待って。いや、でもあそこ教団でしょ？多分。もう、ここなんじゃないの？ああ、ここだ。あ、ゴーンって、ゴーンって、降りれないんだね。ゴーンって言っちゃったけど、これ、こうだったら、困ったなぁ。ああ、違うよ、それじゃないよ。ここで降りられない。ああ、そうか。ここできないか。まだ高さが足んないって感じかな。じゃあ、どうすりゃいいんでしょうか。積んではないと思うんだけど。あら？この中は行ったよね。いや、行ける、全然行けるから、ここは違うよね。ああ、全然違いますね。ありゃりゃ？どこだろう？どこに行けばいいんだい？どこ行けばいいんだろう？ああ、あとはまあ、とにかく岩場に囲まれたところ、岩を突き抜けれるんだからね。行くべきですよね。いやあ、この3パートぐらい戦闘全然しないね。まあ、パル君って覚えてやったのはあったけど、戦闘らしい戦闘、こなしてないよね。これまっすぐ行っても何かある。あ、でも浅瀬とこんな感じぐらいなので、大したことないよね。あ、ここマグマの杖使ったもんね。敵さん結構強かったけど、ここじゃないよね。
これカンニングしないといけないかい？あ、この下だね、行くとすれば。ここも岩山に囲まれて。出ますね。あ、岩山に囲まれてるよ。ああ、誰も入ってこれない。あ、ここだね、次ね。ああ、次はここですね。よし、ここで着陸ね。あら？あらららららら。あら？ああ、びっくりしちゃった。さあ、宿やないんだよね、ここね。あったら山。教会があるだけマシか。強いの出てきそうだね。あら？グリーンワーム。あら？大したことないね。全然大したことないよ。え？ここ来たことあんのかな？いや、でもどうやって？ちょっと待ってね。並べ替えましょう。ゴレムちゃん、あたし、いや、サーラさんにしとこっか、イエッタさんよりも。え、来たことあんの？ここ。内側から鍵がかかっているようだ。ちょっと待ってね。あたし、持ってる、あ、祝福の杖持ってるね。あ、そうだ、あれか。南東っていう、あ、これのことか。あー、ここだね。そうだそうだ。すっかり忘れてましたけど、マスタードラゴンの力を封印したっていうのはここのことだね、きっとね。あー、じゃあね、ちょっと時間来ましたので、この辺で終わっときましょうか。あ、もういかにもあるね。というわけで、今回この辺で終わっておきます。ドラクエ5終わっておきます。どうもありがとうございました。